26番、小林秀子でございます。請願第25号から28号まで、安全保障法関連法案の廃案、撤回を求める意見書、提出の請願などについて、公明党長野市議員団を代表して、総務委員会の報告どおり、不採択とすることに賛成の立場から討論いたします。26号の請願に言う本法案では、 自衛隊が海外の戦闘行為の現場に行くとの下りは的外れであると指摘しておきます法案の中身を全く理解していない極めて短絡的な議論と言わざるを得ません自衛隊が実施するのは広報支援に限られ 限らられれ憲法第9条の下ではは武力行使は認められません他国との武力行使の一体化を防ぐため、戦闘行為が行われることが予測される場合は、活動中止や撤退できる仕組みも設けており、請願に言う懸念には当たらないものと考えます。また総務委員会委員員会長に 強行採決との文言がございましたけれども、そのことについて、えー、請願の中にありましたことについて申し上げます。この強行採決、ブルタニー国際大百科事典によると、強行採決とは、与野党による採決の合意を得ずに、委員長や議長の職権の下で突発的な行う採決と書かれております。もうう少し具体的な例を言うと 強行採決とは、審議の途中で委員長が審議を打ち切って突発的に採決をしてしまったり、野党が質問しているのに、審議を打ち切って道意を与党に出させて採決をしてしまうようなことであります。今回の衆議院の平和安全保障関連法案に関する採決は、強行採決ではありません。本来、委員会や本会議で物事を決めるときには、採決の前日に理事会を開き、 その理事会には政党から1人または2人出席、翌日の本会議に何を議題にするのか、採決するのかしないのか、それを決めて翌日の本会議に臨みます。日の、 安全保障特別委員会で採決が行われた前日、委員長中心に理事会が開かれ、明日採決することを決めました。そして採決日当日、賛成討論、反対討論,論が行われ、いよいよ採決をしようとしたとき、特別委員会所属でない民主党議員がなだれ込んできて、あらかじめ用意をしたプラカードを持ち、 そのプラカードを掲げて強行採決に見せかけたののでありますその証拠に、プラカードは委員長の方を向いておらず、テレビカメラの方を向いていたではありませんか。なだれ込んだ民主党議員は委員長に詰め寄り、やめろやめろと叫び、強行採決の演出をしたにすぎません。騙されてはならないと思います。 各議員の皆様の賢明なる判断をもって、ご賛同を賜りますようお願い申し上げ、私の委員長報告に対する賛成の討論といたします。